の私のハッピーポイントをお話しいたします。入園進級してからこう結構経つんですけれども、バラ組さんすごく落ち着いてきていて、あの泣いてるお友達ももうだんだん少なくなってきていて、あと泣いてる時間も短くなってきているお友達もいて、とても嬉しくなりました。今日はあの2回目の元気タイムの方をお外の方でバラ組さんも出てやっていたんですけれども、すごい楽しそうにニコニコしながらやってる姿が見られて、あのとてもそれも嬉しくなりました。そして今日日中は母の日の絵と、あと新旧入園当初の絵ということで2つやっていたんですね。ちょっと年少さんには難しいかなって、いっぱいギュッて詰め込んでしまったかなっていうふうに思ったんですけれど、子どもたちすごい楽しみながら次は何やるのっていうお声が聞こえてすごく嬉しくなりました。母の日の絵もママのお顔どんなお顔とか、ママどんなことしてくれるのって聞くと、子どもたちからご飯作ってくれる、お洗濯やってくれるとかっていうふうに、すごいお母さんのこともよく見てるんだなっていうふうに思って、私も嬉しくなりました。ちょっとねお友達には内緒だよって、秘密だよっていうふうに言ってるんですけれども、ぜひ楽しみにしていただけたらなっていうふうに思います。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。